これはわてらの大好きなブリオンじゃないですか。彼女言ってなかった、2店舗目ができるんだよって。そっか、ホントレプラ出て10ユーロ安くね。安い。ここあれな、コンポーチ、コンポーチでもありかもね、うん、席があったらな、食べて帰ったのに。あ、でもここはコンポーチ専用なんかな多分。だってほらここもある。あ、すごい、オシャンティーですね。すごいな、なんか新しくなってもあえてちょっと古めかしいというかな、なんかな、やっぱそのスタイルがあるんじゃない。行ってみたいな。行ってみたい。行きました。行きました。さあ、これが私たちの大好きな古着屋さんです。名前なんていうんですか、ちょっとわからない。多分ナビスブティックソリデーって名前だと思うんですが、ロゴマークかな。うん、ここでよくあのマッシュの古着を、あやちゃんの古着買ってます。いいですね。めっちゃ可愛い。あやちゃん可愛いの見つけてるやん。可愛くない？20ユーロだよ。20ユーロか。なに5ユーロやって。意外とこういうの可愛いよな。何やろこれ。これ、うん、なんかちょっとな、そのなんていうの、アフリカンスタイルというか。確かにな。でちょっとゆったりしてるから。あ、めっちゃ着てそうやん。やろ、めっちゃ着てそうやろ。いいやん、めちゃくちゃ着てそうやんな、うん、サイズもぴったりじゃない。サイズもぴったり、着てそうすぎる。あ、いいじゃん。着てそうすぎるよな、うん、よう着てるわ。よく着てるよな、うん全然あかんわ。着れまっしやな。なんかなあ、ちょっと給食の、あ、でもいいよ、後ろから見たら。あ、こっち向くと、あ、でもまあまあまあちょっとヒートテックがな。これで見えへんの今。うん、オーバーゲットです。ゲット、結構シンプルなゲットした。珍しいの買ってみた。そう、珍しい。うん、青色。あやちゃん、はい、晴れましたね。晴れました次の古着屋行く前にお腹減ったからご飯食べよっかあれ、お庭なんか近くにさ、美味しそうなファラフェルのお店があるから、そっち行ってみよっか。行ってみよう。これ何のお店やろ。スパって書いてあるな。書いていいな。スパって書いてある。あ、スパなんだ。ハマムやって。へ、すごい、これハマムって書いてあるんだよ、ほら。気になる。気になるな。こんなところにあるんやな。あっち？でもな、あっちなんか並んでる。あ、こも気になんねんけど。あ、でもマッシュが見つけたのはこっち。あ、それなんや。うん。こっちはなんやろ。これやちゃん、今、すごい。真っ黒のパン売ってる。すごい、黒のバゲットや。炭バゲットが売ってる、ここ。あ、こうやってハンバーガーになるんだ。へ、そのためのパンやつや。いいね、すごい。5ユーロのハンバーガー。こっちも人並んでるわ、今。ここにしよう。ちょっとね、座れる場所があるかもなんで。そっちやんな、多分。鳩がたくさんいますね。何この鳩、え、こんな無防備なるっけ、鳩。寝てるけど、あったかいな。かわいい。こういう感じですね。もうだって埋まっちゃってるよね。食べてみるわ。はい、いただきまーす。お口やな。おいしい？うん。そう。あー、ファラフェル入ってる。うん。多分全部お野菜。あ、そうなんや。味的には？味はやっぱあのちょっと何、アジアンチックなスパイシーな感じ。エキゾチックな感じ。エキゾチックな感じ。辛いっていうのじゃなくてスパイスな感じ。おいしい？うまい。うん。
こっち行った方がソースがあるから。あー、いいね。口ちっちゃ。うん、うん、久々やんな、ファラフェルサンドも。うん、ファラフェルが始まると味がしっかりして美味しいな。うん、美味しかったです。お疲れ様でした。じゃあ行きましょう。さあ、もうちょっと古着屋巡りましょうか。すごい場所やね、この辺。あれ、あ、じゃあ、じゃあそこじゃない、このセンキューゴッサンクスゴッドリップってところ。雰囲気変わるよね。違う人みたい。え、あ、後ろかわいいな。え、あ、学生みたい。確かに。いいんや。あ、なるほど。ちっちゃかったら、まあまあ、あ、あれ見たことある。なんかいつも通りじゃない。いつも通りやな、これ。あ、なるほど。ちょっとぼやけるかな。かわいいよ。あ、でもかわいい。あ、めっちゃかわいいと思う。黒も合ってるし。うわ、でも結構高かったけどな。でもかわいいと思う。え、値段とか75ちゃうかった75じゃなかった。75、ちょっと出てるね、これ。晴れましたね、あやちゃん。すごい綺麗な道。でもなんかイラストめっちゃ可愛い。何イラスト？ほんまや。綺麗。ワンちゃんとさ、謎のなんか おじさんモンスター。もともと兄さんに。可愛いな。なんかあやちゃんの今年の夏バンバン着れるワンピース1個欲しいよな。そう、少々値段が高くても。そう、ちょっとね、いいのあったんですけどね。値段がちょっと200超えてたから。そうやで、2万5000円ぐらい。ちょっと素敵やったけど。予算オーバーですね。ちょっとね、もうちょっとじゃあ考えて違うとこも行ってみて。そうやな。ここでいいのがあったらね、もうそれで決めようかな。次行ってみよう。なんか不思議なところにやってきました。なんだよ、かわいいな。なんか書いてあるで。あと作品っぽいね。素敵。すごい。面白。いいですね。うん、ハッピーマーケット。あ、これかわいい。あ、かわいい。うわ、女の子。めっちゃ可愛いな。うん、色可愛いな。27ユーロだから。これも草っぽ。これ強い服かな。ああ、強い服やな。いいね。強い服。マッシュもついに使い出す。早ご出しの。強い服とは何ですか、あやちゃん。洗ってぐちゃぐちゃ一本一本置いてても次着るときシワいってないし、まあ、うっかりその服で寝ちゃったとしても起きてもパリッとしてる。常に強い。何回洗っても強い。それが強い服ですか。強いけど。好きやで。そういうの好きやな。サイズ感無理や。無理いけんちゃう。いや、多分。あ、可愛いやん、それ。可愛いやな。うん。髪ポンチやけど。ああ、着てる着てる、あやちゃん。あ、似合うな。いいやん。うん、普通にいいと思う。ちょっと脇が大変そうやけど。ああ、ああ。肩がやっぱ大きいな。すごいメルヘン感が。どうやろ。でも可愛いよ。30ユーロ。でも可愛いっちゃ可愛いけど。まあ、いつもの感じってかな。エリザベス。へぇ、そうなチョコレート屋さん。いろいろあんな、知らんのがいっぱいやわ。
ここも急にこういう道も出てくるし、何の道なんやろ。ないね。あ、あれ？あれや。あっちやな。ヴィンテージの店っぽい。すごい。田舎っぽくない？ちょっとあれやな。クレープ焼いてそうやな。でも可愛いっちゃ可愛い。ここが広いのはうちいいと思う。あ、可愛くない？あ、これ可愛いやん。どうなんのやろ、来たら。でも可愛いね。クラブ。あ、50ユーロ。あの色味がいいですね。いい色。後ろはちょっと今見せられへん状況やけど。可愛いと思う。おお。悪くないよな。ただ今下にこうやってやってるけど、うん、こうなったらちょっと。あ、俺これが一番いい。あ、そうなんや。うん。可愛いな。いい。うわあ、すごいお嬢様みたいになってる。なあ。どう？うん。これいいんじゃん。これいい。なしっかりしたお値段のだったな。 OK OK、 これ戻して、これ直してこようか、うん、おー、ゲットしましたね。インスタグラムも教えてくれました。あ、ほんまや、いいお店でした。このピンクのマダムが多くてね、うん、すっごい素敵なマダムやった。めっちゃ優しかった。こんな街です。すごい大阪を思い出した。ほんまやな、アメちゃんくれたな。なんかすごい50年代とか古いヨーロッパのワンピースとかをたくさん置いてはって、すごいな。うん、よかった。外観もすごい真っピンクでなんか可愛らしいしね。よかったね。よかった。しかもめっちゃいい、可愛い。うん、ぜひぜひこのお店おすすめです。あやちゃん、はい、ちょっと疲れちゃいました。マジで疲れたね。今日歩いた。なんかしかもその今日行ったあの古着屋さん、うん、結構高めのやつ置いてるところからスタートしちゃって、うん、なんか後に行くにつれてちょっと、さっきの方が良かったかなみたいな。そう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 、気持ちが出ちゃってな。なんかここで30払ったらさっきのところで60のの方がいいんじゃんみたいな。そうそう、ちょっと一着買った方がみたいな、うん、あるよね、みんなそういう時。そうで、ちょっと疲れちゃってんな今日は。もうマッシュ大丈夫です。どうする、最後にその一着買いに行くか。いいかな、もう大丈夫な。うん、また次買いに来る。オッケー、じゃあ今日はこれにて。はい、でもやちゃんのあの可愛いワンピースゲットできたからよかったよ。めっちゃ嬉しかったね。もうずっとちょっとそういうな、なんかちょっと外に着ていけるようなワンピース欲しかった、うん、いつも着てるけどな、ちょっと冬っぽいというか。そうね、春夏があんまりなくて、春夏がほとんどね、 T シャツばっかりやったからめっちゃ嬉しい。よかったよかった。すごいテンション上がる。さあ、まあちょっと外出ちゃったりしてたから、うん、ちょっと修理して、修理しないとでね、はい、買いたいと思います。じゃあ帰りましょう。じゃあ帰ろうか。今日行った古着屋さんはまた概要欄に住所とか載せてるんで、気になる方は行ってみてください。はい、すごいお店やって、どんどんマレチックやね。あとなんかそのね、古着を見つけたのも参考にした記事もあったんで、それもリンク載せておきますので、よかったら参考にしてみてください。はい、またね。疲れた。やっぱ買い物は疲れるわ。足が痛いな、うん、久しぶりすぎてな。そう、もう眠たくなってきた。またね。じゃあね。はい、それでは着てみました。おこんな感じです。めっちゃ可愛いな、それ。色味がね、ちょっと肌が私もともと黒いんで、うん、多分相性がいいんかなと、うん、ちょっとね、この辺も真っ白じゃないんで、うんうん、あとここが広いのがめっちゃ気に入ってます。なるほどね。そう、なんか下にインナーとか着にくいんですけど、逆に広すぎて、うん、でも個人的にね、広いのは結構好きなんで。あと背中もバッスリ開いてるんで、ほんまや、これはちょっと大丈夫かなとは思う。色だとこう気をつけながら着なあかんのか。そう、冷えるから、あ、冷え性やから、多分なんか常にこうかけてそう、上着みたいな。なんかだからお店の中でさ、うん、そのご飯食べたりするとかはいいんちゃう。あと真夏のピクニックはもう完璧ちゃう。いいと思う。まあでもそれでもなんかな、スカーフとか羽織ってるとは思うんですけど、うん、こうロング丈なんで、うん、もう足元ギリギリまでスカートがある感じ、うん、でウエストは意外と低
キュッとなってるような、うん、これはちょっとあれなデザイン的に昔なのかな。なんかベルトしてもいいよって言ってはったな。うん、おーいいね。ちょっとメルヘンやな。そうちょっとメルヘンなんで、うん、模様は、まあまあ、模様はね、なんだろう、お花なのかな。可愛い模様、なんかあれやな、こういうハンコで押したような。確かにこういうさ、うん、あのあれでもいいよな、あのテーブルクロスでも可愛い。テーブル、あ確かにまあ、うん、ありそうな。でボタンが、そうボタンも可愛い。なんか言ってたな、そのベルトを黄色っぽい色、ここにある黄色とかここのボタンの色味のをしたらすごく合うわよみたいな。いいですね。はい、やっぱこう気に入った服買うとテンションもめっちゃ上がるなっていう、ルンルン。もうあやちゃんそれ着る率上がりそう。上がるし、なんかちょっとね外ピクニックの時とかすごい、あのなんて言うんですか、うん、草と相性良さ、わかる？わかる。なんかこういうあのカゴバッグ持ってみたいな、うん、メルヘンやな。ちょうどそういえばそこに、ああ完璧だ。相性いい。そのためにこのカゴバッグ買ったんじゃん。相性いいな、うん、そういう時代なんやな。そう、それ言おうと思ってた。そのイヤリングも多分すごい古い、うん、前のみの市でね、買った動画があったと思うんですけど、すごい古いものだよって言ってくれてて、うん、これも古いもの、これも古いもの、うん、ヴィンテージものなんで、うん、全てのね、このもの自体の相性がいいですよね。やっぱ時代に合わせると良くなんねんな、うん、すごい面白い。ぜひピクニックに行けたら花とかも相性いい。うん、お花もいいな。結婚式みたいになってしまうけど、結婚式を着ていけるんじゃん。ああ、こっちのなんか呼ばれた時はいけるかもな。そう、それは50ユーロの方、はい、これは50ユーロの方。いや、安いと思う。安いよな、50ユーロ安いですよね。見つからんくらい、なかなかこういう感じのテイストなの。そう、初めてでもさ、ああいうちょっとアンティーク調の、うん、こっちのな、古着屋さんに行ったから初めてだったんですけど、うん、意外と探したらあるかもですけどね、うん、今のね普通に現代になって、はいはい、ピンク色の服でした。はい、いい、はい、ちなみにマッシュはこれを買いました。意外といいよね。うん、なんかね、あの、うん、フォトグラファーって感じ。アーティスト感出る。アーティスト感出るし、うん、何やろ、ほんまにこのさ、襟なしのこういうのを着るのは初めてかも。そう、ちょっとな、レディースやから、うん、ここがちょっとやばいけどな。あ、確かに。ここ女子感がちょっといい。女子感ある。ちょっとこれを斜め掛けでやってみて。違うやろ。お母ちゃん、お母ちゃんが子供取るんだよ。割烹着いてるね。そうそうそう、これはあかんと思う。まあ、なんか後ろ姿が結構いい感じ。うん、まあ、なんか夏にすごくゆるく今日飲みますかみたいな、うん、ワインコンコンどうぞみたいな、うんうん、人を招き入れる時とか良さそう。なんか多分マッシュの気持ちがこうゆったりするやろな、うん、結構いつもこうピチッとしてるから、ピチッとしてるから、あとお腹もこう隠せれるし。これポイント高いです。あともう一個多分ボタン上に1個つけたら持ってるかもしれんので、ここが開いちゃうと中見えちゃうんで、うん、こうむしろ全部開けてみせるか。いやーそんな無理やわ。なんかありきみたいな。まあっていうか、まあ、レディースなんでね、うん、ちょっとさすがマッシュというかね、うん、髪下ろしてもいいんじゃん。あー、いいですね。あり、ありですよ。あー、下ろすと合うか。下ろすと、その前の空いてる感じが若干気になるなくなる感じですね。あー、なるほどね。はい、と、はい、いうことです。マッシュはこれだけです。安かったよね。7ユーロか8ユーロやった。8ユーロ、そうそう、倍じゃん、何倍です、ね、倍。あ、でもモノプリの方がやっぱりいいね。うん、じゃあラスト、あやちゃんのもう1個ワンピース。はい、はい、これが最後のというか2枚目のワンピースです。これもやっぱ改めて見ると可愛いね。うん、もうやっぱ柄が可愛いよな。もうダントツで、うん、モネの絵みたいな。ほんまにあの、うん、ジベルニーのモネの、あーそうそう、ほんまにね、庭に行ってこれで写真撮ったら似合いそう。確かに、うん、ちょっとなんかミュゼとか、うん、美術館かなとか行ったり、うん、なちょっとした清掃なところとかも行けそうなワンピース、うん。後ろはどんな感じ？後ろがちょっとあの見えるかな。ヴィンテージやから、ここが昔のなんか留め具、留め具が今取れちゃっててクリップで今留めてますが、でも可愛いな、ちゃんと留まれば。ちゃんと留まればね。あ、なんか引っかかった、引っかかったよ。はい、スカートの下はこんな感じ。うん、素材をなんかちょっとなんていうサテンみたいな感じかな。
でも硬いですね。なんかカシャカシャしてる感じやな、うん、このなんていうこのスカートのさ折れ目みたいななんていうんやったっけな、プリーツ、プリーツかな、かわいいな、うん、そう確かにしっかり入ってるよな、綺麗に入ってて洗濯しても取れへんやろ、うん、どうなんやろ、アイロンでちょっとちゃんとやらなあかんのかな、うん、でウエストが締まった感じでこういう感じですね。この背中のボタンもかわいいな、うん、ここだけボタンなんやって感じなあ、ここだけで模様がいい色味、色味がいいよね、深緑、うん、夏これは75ユーロ、これが高かったんですよ、75ユーロなんで、すごい大きい買い物しました、うん、まあでもね、多分綺麗に傷つけたら、うん、別に私じゃない子供の世代も着れるようなぐらいの可愛い服やと思うんで、そうやね、まあ着古しちゃうけどね、いつも私も着ちゃうから、でもまあまあ丁寧に着て、そうやね、まあ、でもさっきのピンクの方がすごい強そうだったんで、うん、頻繁に着る気がしますね、これはちょっと繊細っぽいんで、と、うん、いうことでこんな感じで今回の戦利品は以上3着でございました、はい、古着はね楽しいですね、ねえ、また、うん、マッシュもあのシャツをまた探しに行きたいと思います、それではご視聴ありがとうございました、オーバー、ありがとう、バイバイ、またねー。